シェイナ・ベイズラーは、アメリカ合衆国の女性総合格闘家、プロレスラー。サウスダコタ州、スー・ホールズ出身。ジョシュ・バーネットからトレーニングを受けている。フライング部位を背負って入場する。特技は、カードマジック。2007年2月18日、バドッグファイトで、タララ・ローサと対戦し、TKO 勝ち。2008年4月5日、シャックスック。 エリートチャレンジャーシリーズでまちゃんと対戦し、ツイスターで一本勝ち。7月26日、エリティックスク、アンフィニッシュとビジネスで、クリスチャンサイボーグと対戦し、パンチレンダーで TKO 負け。2010年1月3日、3月27日、アレクシス・デイビスと対戦し、判定勝ち。5月29日、裕福ファンエキスポで行われた、 グラパラースクエストのスーパーファイトでペニー・トーマスと対戦し、チョークスリーパーで一本負け。2012年7月28日、インビクタ FC2 でサラ・マクマンと対戦し、判定負け。10月6日、インビクタ FC3 でサラダレリオと対戦し、チョークスリーパーで一本勝ち。2013年1月5日、インビクタ FC4 でアレクシス・デイビスと3年ぶりに再戦し、 チョークスリーパーで一本負け。2014年8月30日、ユーフックデビュー戦となった、ユーフック177で、女子バンタム級ランキング10位のベチコヘアと対戦し、スタンドのパンチレンダーで TKO 負け。2015年3月21日、ユーフックファイトナイト、マイア・ヴィエス、ラフレアで、女子バンタム級ランキング9位のアマンダ・ヌネスと対戦し、ローキックで TKO 負け。 2015年9月26日、QPW に参戦。プロレスラーデビューを飾る。チアリーダーメリッサと対戦するが敗戦を喫する。2017年2月、女子プロレス団体であるスターダムに来日。同月23日、紫がミナリーをの持つワールドオブスターダム王座に挑戦するが敗戦。ベルトをダッシュするに至らなかった。同月25日、 ディープジュエルズ15に参戦し、キング・レーナと対戦するが、判定負けを起死する。8月、WWE が開催した、WWE 名、ヤングクラシックに出場。9月12日、決勝にて、カイリセインと対戦するが敗戦。準優勝という結果に終わる。同月19日、WWE と契約を交わし入団。2018年4月7日、 NXT テイクオーバーニューオーリンズにて NXT 女子王座を保持するエンバー・ムーンに挑戦。中盤より左腕を徹底して攻められ苦戦を強いられるが最後に切り札クラッチを極めて勝利。ベルトをダッシュした。8月18日に帰り繊維にベルトをダッシュされるも10月28日 WWE エボリューションにて NXT 女子王座を保持する帰りセインに挑戦。中盤より名優である、ジェサミン・デュークとマリナ・シャフィールが客席から介入。終盤に帰りから陰性、ベルトを再ダッシュした。2019年12月19日、リアリプリーの挑戦を受け、最後はスーパーリップ態度を決められて、敗北416日間保持し続けていた NXT 女子王座から陥落した。 2020年1月26日、ロイヤルランブル2020の女子30人、ロイヤルランブル戦に30番手として登場。シャーロット・フレアーとの一気打ちまで残るも、最後はリング外に落とされて、準優勝。2020年3月8日、エリミネーション・チェンバーマッチにて、4番目に登場した。サラ・ローガンを切り札クラッチで締め落とし、ルビー・ライオットを同じくタップアウトさせ、 ナタリアも同じ技で仕留めた。この時点で、リングに一人だけとなり、次に登場してきたリブモーガンを圧倒的なパワーで金網と鉄柱に叩きつけ、最後はコーナーポストで切り札クラッチで完全宙吊りにして、締め落とした。最後に登場してきたアスカには前線されるも、結局は同じ展開で切り札クラッチで締め落とした。 他の参加者全員を切り札クラッチで倒して圧倒的な凶暴さを発揮し、レッスルマニアでのベッキー・リンチへの挑戦権を獲得した。他の参加者全員を一人で直接排除しての勝利は史上初である。4月4日、レッスルマニア36にてベッキー・リンチに挑戦。前哨戦からの勢いを買って王者を厳しく攻め込んだ。しかし、最終的には、 切り札クラッチを決めた状態のままリンチに丸め込まれて、ホール負けしてしまった。5月10日、マネーインザバンクのメインのミビー戦に参加。WWE 本社ビルの1階ロビーから、屋上特設リング場に釣られたバッグを目指した。パワーや、凶暴さより、機動力が役に立つ試合形式となり、アスカに勝利を奪われ、カーメラ、デイナブルック、レーシーエヴァンス、 ナヤジャックスらと共に敗者となった。8月30日、ベイリーとサーシャバンクスが保持する、WWE 女子タク王座にナヤジャックスと共に、挑戦。王者組を撃破し、昇格後初のタイトルを奪取した。切り札クラッチリアネイキッドチョーク切り札ドライバー、相手を、ファルコンアローで叩きつけてから、相手を、スリーパーホールドで相手を締め落とす技。 MDK ランニングシングルレッグ、ハイニーワンオブアカインド変形ガットレンチ、スープレックスチキンウィングアームロックスープレックス、スーパープレックスストレートアームバーアンクルロックギロチン、ジョークスピアー NXT 女子王座、WWEW、ナヤジャックス DDT、アイはプレミアレスティング、NHPWQPW。ありがとうございます。